アンド・プリンス最後の舞台から10ヶ月後、ナンバー・アイが再びスポットライトに踊り出た理由とはナンバー・アイは昨年5月に彼らの最後のキング・アンド・プリンスとしての舞台をベヌー101で演じました。そのラストのパフォーマンスは、ビューティフル・フラワーという曲で、メンバーたちは涙を叩いながら、ファンに別れを告げ、感謝の気持ちを伝えました。しかし、約10ヶ月後、 ナンバー、アイは再びスポットライトの中に姿を現しました。彼らは今度は笑顔が溢れる中、高い難易度のダンスに挑戦し、観客を驚かせました。この姿勢には、彼らが持つ驚くべき運やつながり、そして、自らの努力が反映されていると感じました。紫テルさん、キシ君、神宮寺くん君は、本当に幸運な存在であり、ナンバー、アイとして活動を再開し、 再びベヌー101に戻ってきたことは奇跡に近いと思いました。彼らの熱心な努力とファンへの思いやりがこの再会をもたらしたのです。私は紫テルさん、キシ君、ジングージ君が本当に特別な才能と運を持っていると思います。ナンバー、愛を結成しただけでもすごいことですが、ベヌー101に再び戻ってきてくれたことは奇跡に近いと感じました。彼らの真摯な努力に感謝しています。 彼らは常にファンに寄り添ってくれる存在です。ベヌー101、拡大版は、ダンスがテーマ、出演アーティストも本格派揃い組で、見応えがあり、とても良かった。生放送で音声トラブルのアクシデントもあったが、制作スタッフの愛とアーティスト同士リスペクトを感じる内容だった。ナンバー、愛の3人の世界への挑戦を応援しています。ベヌー101や司会者、スタッフ。 出演者たちは、ナンバー、愛を温かく迎え、心から歓迎してくれました。彼らの熱意に触れ、心から感動しました。番組が終わった後も、SNS 上で様々な動画が共有され、彼らの活動が支持されていることが伝わってきました。次に待っているのは CDTV です。彼らの新曲やカップリング曲も楽しみですね。キング、プリンスの最後のパフォーマンスが終わり。 再び新たな姿で登場することは、滝沢社長の計画なのか、それとも NHK の戦略なのか、興味深いですね。個人的には、最後の取り出である M ステに出演してもらえれば、何も言うことはありません。M ステでのパフォーマンスには、平野くんの CM も流れるかもしれませんね。これからも、彼らの活躍に期待が高まります。これからも、彼らの活躍から目が離せません。彼らの未来に、多くの期待が寄せられています。 彼らがどのような道を歩んでいくのか、これからも注目していきたいと思います。彼らのこれからの活躍について、どのような期待や希望を持っていますかまた、彼らが挑戦する新たな舞台やプロジェクトに、どのような期待を寄せていますか彼らのこれからの活動について、皆さんの意見をお聞かせください。ナンバー、愛のパフォーマンスは声でもダンスでも見せてくれる。 歌声は抜群に進化してて、その世界に引きずり込まれるし、ダンスはより深みが出てて、見てるだけでも楽しい、が伝わる。見るたびに発見があるんです。私は素人なのに、ここはすごくないって思えるほどビリビリきます。アイドルだったから自分らしさを表現することも一級品で目でも楽しめる。 歌もダンスも、様々なジャンルをものにできる才能と、何よりもその才能を引き出すための努力する力と諦めない強さを持っている。有名で期待されるからこそ彼らの思いが伝わらないものがあったり、歯がゆい,いこともあるのかもだけど、彼ららしさの活躍としたいことができる道、その活躍の場が忖度なく広がることを願います。